8月はこの3袋買ってきました。はい、皆さんこんにちは。大学受験の起業会の加藤です。血は力なり。はい、今日もこれをやっておきましょう。2019年8月、ブックオフで参考書買い込んできましたのコーナーです。今回ね、兵山、富山、三山、これだけのボリューム、ちょっとね、買い込んでいっちゃったんですよ。正直言うとね、ブックオフのあの本棚あるじゃないですか、あれ2列買ってきたんですよね。全部赤本です。今日買ってきたものはこれだけです。ネタバレになっちゃいますけど、結構な冊数が買ってきたつもりです。順にね、ご紹介していきたいと思います。さて、冊数がめちゃくちゃ多いので、もう順にね、もう掴み取りのようにやっていきたいと思います。では早速参りましょうか。はい、ドン。シールが貼ってあって何なんですけど、取ってみ、あー、剥がすの失敗しましたね。こっちから行きましょうか。じゃ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 、あーはい、結局のところ剥がすの失敗しました。はい、改めまして綺麗に取り直して出てまいりました。早稲田大学国際教養学部の2016過去問です。お値段税込み200円。まあ割と古いものです。早稲田それぞれ学部によって出題傾向ってちょっとずつ違ったりすると思うんですよ。そういうものをコレクションしておいて私なりに研究をしてみる。特に日本史の研究やるのに早稲田って私欲しいなって思うんですよね。なので200円で、こういう古めのね、早稲田の赤本が出てくるって個人的にはとても嬉しいんですよね。さあ、じゃあどんどんいっちゃいましょうね。はい、二つ目に出てきたのがこの200円シールを剥がしてみます。ベリ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 ポン。そうなんです。はい、日本大学の医学部医学科、お値段200円でした。医学部赤本ね、ちょっとね、私興味があって集めるようにしているんです。普通の国公立だったりとか普通の私立なんかの難易度よりもちょっとね、歯応えのある過去問をたくさん集めてみたいなと思って、医学部医学科赤本、安く売ってればね、積極的に、ね、持っていきたいと思います。ただ日大だとね、結構出題ハードなんですよね。日本大学といっても医学部は別格です。英語も体験ちょっと癖があって難易度も高いですし、数学も個性的。これパッと見優しく見えるかもしれないんですけど、ちょっと解き始めるとね、なんじゃこりゃって迷子に陥ってしまうような難しいところもあったりします。こういうものをね、現物手に入れて、比較ができるっていうための材料として私ね、とてもありがたいなと思うんですよね。お値段200円はやっぱりお値打ちです。OK、ネクスト行きましょう。こちらですね、わかりますか ?200 円じゃないんです。私どうしても欲しくって買ってきました。これですね、お値段1260円ですが、静岡大学の後期2019の本でございます。はい、俺持ってへんかった。はい、俺持ってへんかったかな、これ。そういえば静岡、あ、しまった、これ同じもの買ってきましたね、私。あそこにあります、静岡の過去問。なぜこの赤本が欲しかったのかっていうと、小論文の出題を見てみたかった。で、それから、どんな解説をつけてあるかなっていうのを見てみたかったのが狙いだったんですよね。で、静岡の赤本のバックナンバーが欲しいな、欲しいな、欲しいなと思ってたんですけど、しまった、持ってました。私が欲しかったのは、これの1個前。ちょうど年度が被らない2016、2013。ああ、それが欲しかったんですけど、被っちゃったな。どうしようかな。まあ、被っちゃったものはどうしましょうね。せっかくですから、動画を見てくださる方に視聴者プレゼントしても面白いですよね。では参りましょう。次の動画です。せーの、ポン。はい。ものすごくぶっとい早稲田が出てきてしまいましたね。早稲田大学法学部の過去6年赤本。これもお値段200円でした。2017のものですね。早稲田の法学部をうちから受けに行こうっていう生徒さん今までいなかったんですよね。おそらくですけど、早稲田の法学部、政経経済で受験しようってことができる学部です。で、ここの政経、めちゃくちゃ難しいんですよね。大体どうでしょう、私立大学の文系学部で政治経済で受験できるよっていうところで、最も最難関っていうと、早稲田の法学部かな。まあ、学部いくつもありますが、最高峰の一つというふうに呼んでいいんじゃないでしょうかね。法学部。
ちょっとね、整形のね、出題とか癖には興味があるので、これら解いてみると面白いかなと思って6年分買っちゃいました。さあ、どんどん行きましょう。終わる気配がないので、でもガーッと行きましょう。早稲田大学の教育学部過去理系の出題ですね。過去4年分です。2017年赤本、お値段200円ちょうど。これもですね、やっぱりあの早稲田の赤本揃えておきたいんですよね。出題にバリエーションがあるのと、見てみて楽しい問題がいくつもあるので、個人的にはね、これを英語とか生徒と一緒に解いていったりとか、日本史整形生徒と一緒に解いていったりとかっていう材料にしたいので、すごくねストックは取っておきたい。いつか使うだろうっていうふうに思ってね、早稲田赤本取っておきたいんですよね。ということで200円で手に入った、大変私満足でございます。どんどん行きましょう。 OK、 NEXT。 ここから国公立大学の、古い赤本に入っていきましたね。見てみてください。2017年赤本です。鳥取大学、3年分の赤本です。これも、2020年の最新版を買えば重複なく過去問が6年できちゃうから、とってもお得です。お値段200円ですね。意外とですけど、鳥取大学、うちのね岐阜県内で預かっている生徒さんだったりすると、岐阜大学ちょっと厳しいなっていう生徒さんが高校側からの、進路指導で鳥取受けに行ってこいって言われる場合あるんですよね。なので過去問は十分持っておきたい。確かに岐阜大学よりも出題もは、なんというか多少優しめになって対策もしやすいかなっていう学部かなっていうふうにも思います。で、それから同じくね、ここ小論文面白いんですよ。私そのことは知ってましたんで、小論文の過去問を集めるっていうためには理想的だなと思って、200円であれば当然即買いっていうふうに持ってきちゃいました。 OK、 NEXT。 さあ、これですね。次はこちらです。大阪府立大学の現代システム科学域、生命環境科学域、地域保健科学域。お値段200円です。これも3年分2017なので、最新の2020を買えば重複なく、6年分の演習できるなっていうものです。まあ、うちだとね、今年大阪府立受けに行く子いないんかなっていうふうに思いますが、まあ、それはともかくとして、ここもね、いろんな科目見ておくですとか、特に、看護医療系の小論文、私、ちょっと今年、たくさんの小論文出題集めたいなというふうに思ってたので、後期の看護なんかね、小論文私見てみたいなと思って、ちょっと店頭でね、パラパラーというふうにめくってみて、興味が持てたので、私、ゲットしてしまいました。看護医療系の小論文の資料を充実させるには、こういうものとてもありがたいなと思ってます。繰り返しになりますが、200円なら全然お値打ち、嬉しい買い物ができました。岐阜大学ですね、シールで隠れちゃってますけど、私岐阜県岐阜市にございます、岐阜大学、2017年赤本、過去3年分、お値段なんと200円です。これも繰り返しになりますが、最新版の2020を買えば重複なく6年演習ができるし、私ね、2020年の岐阜大学赤本は実はもう Amazon で注文してるので、発売日に届くかなという風にして待っているところでございます。これを揃えて、あとはちょうどね、この棚の上段なんですけど、岐阜大学の赤本は私、2007年から全部持ってますね。2007、2008、2009、2010、11、12、13、14、15、16、17、20。もう全然これで、過去20年当たることできるぞ、ぐらいの勢いですよね。はい。岐阜大学大好きでーす。はい。ということで次行っちゃいましょうか。NEXT。よいしょ。関西大学ですね。関西大学の2017があれば、今年のもの買って重複もしないだろうというふうに思って、自分のこの蔵書の中にね、重複するものがあるかないか考えずに買ってきちゃいました。お値段両方とも200円です。で、まあ、いわゆる関西のシステム理工だったり、理系の方の、学部別個別ですね。よく出回ってるし200円でもあるものです。まあ、特に珍しくはないです。一方で後期の方のこっちの赤本ですね。意外と岐阜だと見つけにくい。こういうものがあったりすると、実際にうちの方で、2月3月になってちょっと慌ただしく受験校を増やしたいとか、急に、3月入試受けに行きたいっていう生徒が稀に出てきた時に、対策やってみっていう風に私使えるものが手に入ってとても嬉しいんですよね。いざとなったら出願したいっていう生徒のために、これは私取っておこうと思います。次はこれです。よいしょ。どんどん
名古屋市立大学の、経済人文、それから名古屋市立大学の医学部医学科、お値段両方とも200円、めっちゃお値打ちなものが手に入ってしまいました。特にですけど医学部医学科の赤本が200円、これ、中を見てみても特段汚れていたりとかそんなことも全くありません。非常に綺麗な状態のいいものが200円で手に入ってしまいました。名刺代はうちの、そうですよね、蔵書にもないし、ただ名刺代の17、あー持ってる、同じもの持ってますね。まあいいや、200円ならいいや。 OK NEXT。 だんだんここにね紹介したもの積み上がってきてしまいましたが、次こちらですね。ただ同社大学の、政策情報文化スポーツ健康科学学部別個別2017年度、お値段200円です。同社の文化情報の文系ですね。あれこれも俺持ってたかな、何の勢いで買っちゃったのかな。ちょっとねこう棚探してみますね。同志社の文化情報は、同志社の文化情報は、あれ、うん、やっぱありましたね。しかもブックオフで200円で買ってますね。もうね本当にこれだけね蔵書があると買ってるものと買ってないものとねだんだん分かんなくなってきちゃうんですよね。大変お恥ずかしい限りです。まあこれも、うちの塾だとね使いたいっていう生徒がいくらでもいるので、これはうちの塾生のために取っておいて今年受験を迎えそうな生徒さんにプレゼントしてあげようと思います。はい、ではどんどん行ってみましょう。ちょうど一袋なくなりましたね。あと一山です。まだまだちょっと変わったもの手に入ってるんですよね。はい、こちらです。じゃじゃん、山形大学の2017年赤本、過去3年分、お値段200円です。岐阜ではね、見かけることが少ない山形大。きっと受験した子が売りに行ったんだと思います。英語や数学に対して大きな癖があるというふうには思わない大学さんなんですが、まあ研究資料としては面白い。岐阜大学あたりを受けてくる生徒さんへは前哨戦としてこういうものをやらせてみようって思える、ちょっとね気になる赤本だったんでね、200円で遠慮なく連れてきてしまいました。 OK NEXT 行きましょう。あ、次これですか。徳島大学2015年赤本です。ちょっと古いものですけれども、国立大学の赤本はいくらでも欲しいなと思って、購入してきました。これを手に入れたっていう目的も基本的には岐阜大学レベルを受けてくる子へのまあ前哨戦というふうに言いますか、やや優しめぐらいの国公立二次過去問を演習させるためにはいい問題になるかな、いい参考書として使えるかなというふうに思って200円だったんで思わず買ってきてしまいました。さすがにねこの中でかぶりはないと思いますので、うん、ゲットして嬉しいなっていう本でした。さあどんどん行きましょうか。まだまだこんな本が出てまいります。東京医科大の医学部医学科ですね。これもお値段200円、7年分入ってます。医学部医学科の赤本は、意外とね安くってボリュームの分厚いものが入っててお買い得であるんですよね。で中に載っている問題に対しての解説なんかもめっちゃ詳しいので、過去資料としてはとてもね使いやすいいい本だなっていうふうに思います。東京医科大で、出題がかなり素直だなっていう印象は持ちます。医学部医学科の問題にしてはこれパッと見でうわ難しいな、やばいなっていう印象持たないんですよね。結構ね問題読んでね見てビビらない感じがあります。あ、数学なんかもそんなことはないですね。パッと見、60分でこれだけの問題回答してくださいとかいうふうに、あります。非常に、少ないように見えるかもしれませんが、第1問の過去問。いや、やばいです、この全科式。これやばい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 。ちょっと高校でね、キッカートぐらいしか触ってないよってこと、全く手が出ないようなレベルになってたりします。いや、見かけに騙されるってやつですよね。優しい感じの問題かなと思って、ちょっと触ってみると、えげつないっていうふうに、やはり医学部、舐めちゃダメだっていうふうに思いますよね。はい、じゃあ次です。よいしょ。
あ、はい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 。寿司と大学東京、2017年赤本理系の方ですね。お値段200円ならめっちゃお値打ちです。うちからね、受けに行きたいっていう生徒ね、ちょっとここ最近いたんですよね。いわゆる都市環境システムデザインっていうところを受けに行った生徒いたんですよね。割とね、問題が素直で解きやすかったよっていう印象を持っていて、その子って東京理科とか明治とか受けに行ってたなっていう学生さんいたんです。まあその思い出をちょっとね思い出して、思い切って買ってきてしまいました。これならうちのね蔵書に加えてもね、とてもね嬉しいなっていうふうに思います。さあどんどん行きましょう。はい、ちょっとぶっといのが出てきましたね。よいしょ。東北大学の理系赤本です。2017年のもの、6年掲載です。お値段200円。中帝大の赤本もボリュームがめっちゃあって200円ならお買い得です。まあしかも解説しっかりしてますしね。東北大学の赤本はうちの塾でいうと名古屋大学受験者には英語とか数学とか特にねそのあたりをね触らせておきたいなって思えるいい資料だなと思うので、手に入って大変嬉しいなと思っております。さあどんどん行きましょう。こんな風に積んでいきますね。この座は過去2年分全学部共通でしょうかね。お値段200円。これもお値打ちで手に入りました。駒沢ってね、各科目とも素直な出題するかなっていうふうに私だと印象を持っているところなので、ここの問題をね、東京の私立大学受けに行きたいなっていう子って、まず傾向に合わせて解いてごらんっていうふうに言うんですよね。うん、これが余裕でできるっていう状況になったら、さあ、じゃあもう少し難しい大学、自分が受けたいって言うんなら、過去問に手出してごらんっていうふうに、それぞれ向かわせるような、まあ、とりあえずね、根性試しのために駒沢やってごらんってことを、私よく言います。そのための資料って手に入って嬉しいなっていうふうに思います。はい、じゃあ次行きましょうか。駒沢をここに積んで、次は、北里大学の医学部医学科が出てまいりました。2017年赤本、7年載ってますね。お値段200円です。いや、北里のね、私10位はね受験したいっていう生徒さんがたくさん出てくるので、よく覚えております。北里の医学部医学科も文法および和訳、それから英語の正常問題全部ね医学部ってきついなって思うんですよね。これトレーニングしておこうと思うと慶応の文系あたりの英語読んどく必要があるんでしょうかね。いやー、また数学も癖がありそうな問題です。これを買った理由っていうのもやっぱり今年私の研究テーマにしている小論文の出題を日本全国中のものをたくさん集めたいということなんです。北里の医学部医学科は小論文がありますよね。ここの小論文で医学部医学科の小論文をっていうよりは看護師さんぐらいのね看護医療系の小論文を、やる人にもねこれぐらいは見せておきたいなっていうものすごくいっぱいあります。医学に対する倫理を問うような問題っていうのがね多いかなというふうに思うので、医学部医学科の北里ですか。ちょっと私ねこれも店頭で見てみて小論文の出題が面白いことに気づいたんで、もうちょっと昔の赤本ね手に入れてもいいんじゃないかなっていうふうに興味関心持てました。はい、じゃあどんどん行きましょう。あと2つですね。太い方から見せましょう。5番、慶応の経済です。2017年赤本、6年載ってますね。お値段200円です。英語がまあどぎついし、日本史なんかやろうって論述問題だったりしますし、いやーねー正直ものすごくレベル上げてくれないと合格してこないよな。個人的には日本史の過去問を手に入れてみて私が気になったのは、慶応の経済ですね。日本史の論述が難しいところです。文章で述べようみたいな論述回答を要求される難しいとこですが、それの回答を私持っておきたいなーっていうふうに思って、これね手に取ってね、これなぁ、私一人で解いてると妥当な回答つくのかなというふうに思って、こういう頼れるものって一冊手元に用意しておかないとなぁ、厳しいよなぁっていうふうに思いながら、こうやってねパラパラと読みながらカチャエっていうふうにして持って帰ってきました。いやーハードですよね。まあこれもね蔵書の一個コレクションっていうつもりで取っておこうと思います。さあ、じゃあ最後になりますがこちらです。
慶応に比べるとね、ボリュームもねちっちゃくなりますよね。杉山女学園大学、2017年赤本の、最近の2年分です。お値段200円です。まあ名古屋にあります杉山女学園大学さん、まあうちだとねここ受けに行くとね結構います。小難しい問題を出すっていうよりは、英語なんかも素直に、日本史なんかもセンターに近いような形式で優しい問題を出してくるかなっていうことをする大学さんなので、まあ受験したいっていう生徒さんにはね、できる限りたくさんの年度の過去問を触れてもらえるようにって、うちのね蔵書の中にしまっておきたいなと思って購入しました。お値段200円なんで使い勝手のいいものが手に入って、私嬉しいなというふうに思います。はい、じゃあ本日ブックオフで買ってきたこれだけの赤本があります。本日の MVB Most Valuable Book 選びたいと思います。私のね個人的主観でいつも選んでますが、今日はこれかな。佐里の赤本、これの小論文ですね。私すごく興味が持てたので、ちょうど夏期講習終わったばかりの私、時間があります。これの小論文うめえと押しながら、今年の看護医療系の受験者、または、推薦入試で医学部とか推薦入試で獣医学部とかね目指したいよっていう子にいいネタ提供してもらえるんじゃないかなと思って、期待して読み込んでみたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。